こんにちは、プロドリフチャンネルです。こちら、かわいいピンクの花です。プセルデランテムムと言います。これ、フィジー原産の植物です。まあ、草のように見えるんですが、こちら、花木ということで1メーターぐらいの草丈にはなります。お日様大好きですから、よく日の当たるところで管理をしてください。水は乾いたら、肥料は春と秋に緩効性の肥料をやってやると、春から秋まで長く花を咲かせてくれます。まあ、熱帯系の植物ですから、冬は室内の暖かい場所で管理をしてください。春になったら一回りか二回り大きな植木鉢に植えて、思い切って切り込んでおくと、また春下から伸びながら花を咲かせてくれます。ちょっと可愛らしい花、ぜひ育ててみてください。